はい、どうもダイです。さあ今回はですね、はぐれメタルが出現するポイントについてご紹介の方をしていきたいと思います。でまずね、一つ目の場所が後ろに見えるね、この壁画世界になります。で一応この壁画世界にはここのボスを倒した後でも再びね入ることができるので、その後のストーリーでレベル上げに苦労している人とかはね、まあここが一番レベル上げのメジャースポットになっているので、また戻ってきてここでね、まあレベルを上げるのがベターかなと思います。で一応ね、この壁画世界に入ってすぐのモンスターからもはぐれメタルは一応ね、まあひっついて出現はするんだけど、一番ねこれよりおすすめな場所がありまして、でそれがね、壁画世界の一番奥まで進むと HP と MP を全回復できて、でなおかつセーブもできるね女神像があるので、なのでまあここまで来ればね、比較的レベル上げがねかなり効率よく進められるんじゃないかなと思います。で今乗ってるこの、エビルドライブっていう乗り物モンスター、これもね、この女神像に来る途中で、まあ、拾うことできるので、まあ、これをね、拾ってくればさらに移動スピードも上がるので、さらにね効率も上がります。で、この女神像周辺の敵にもこんな感じではぐれメタルはね、ひっついて出現するので、まあ、この周辺でね戦えば比較的レベルはね上がっていきやすいんじゃないかなという感じですね。はい、ではね次は2つ目の出現ポイントをご紹介しようと思います。ここはですね、古代図書館という場所になります。一応ね、この場所でもね、こんな感じでひっついてはぐれメタル出現するんですけど、でもまあ僕的にはね、やっぱねこっちより壁画世界の方が出現しやすいかなというイメージでした。でまあどうしても出ないって方はね、まあ、こんな感じでスペクター文章を使えば、まあこんな感じで変身させることができるので、まあ奥の手としてねこの方もねありかなと思います。はい、ではね、次が最後の、ポイントですね。ここはね、始祖の森の、ちょうどねキャンプの真下の場所ですね。ここにね洞窟があるので、このね中に進んでいってください。で、奥まで進んでいくとね、これ左に曲がれるので、でこの曲がるとここにねモンスターがいます。で、このモンスターと戦うとね、こいつらにね、こんな感じでハグルメタルがねひっついてきます。はい、ということでね、今回はハグルメタルが出現する3箇所のご紹介でした。レベル上げに困っている人とかね、ぜひこの動画を参考にしていただければと思います。はい、それではね、最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらコメント、高評価、あとチャンネル登録していってくださると大変嬉しく思います。ではでは。